みなさんこんにちは、フェアリーズです。こんにちは。こんにちは。はい、それでは一人ずつ自己紹介していきたいと思います。はい、井上理香子です。怖い急にみんないなくなる。すごいね。ね、まあ、でも2部もちょっと声出していきたいと思いますので、じゃあ1部はね、伊藤よ、違う、伊藤洋華堂だったんですよ。だから2部は伊藤洋華堂東山とでお願いします。あーげー、最近それ好きね。いやもうね、これシリーズいいのよ。いいね。いいのよ。いきますよ。東山と洋華、伊藤洋華堂、東山と。オーケー、その調子で楽しんでいってください。よろしくお願いします。何でかついですが、そうですね、今も皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思います。盛り上がっていきますか。はい、よろしくお願いします。ギギギギギ大好き、アヒロ。はい、モモカロじゃん。モモカロだ。はい、こんなことあるあの人地声で大丈夫だったじゃない。あ、ね、はい、野本空です。ね、一部にましてたくさんの方が来てくださって本当に嬉しいです。皆さん体調には気をつけて、本当水分補給ちゃんとして、疲れてるじゃんちゃんとしてね、元気にね、楽しんでもらえたらいいなと思います。よろしくお願いします。戻ってきました。はい、間違えて赤持ってきちゃった、ごめんね。もうかはい、2部も皆さん水分補給しながら、体調悪くなったらすぐ手を挙げて言ってください。私に助けますんで。はい、めっちゃ上がってるやん。もうやばいの、みんな頑張って。はい、2部も元気に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。2部も短い時間ですが、皆さん一緒に楽しんでってください。よろしくお願いします。モモカロ、まだ2人が帰ってきてないので、ちょっとだけ、お知らせをするとですね、いろいろフェアリーズとして、ね、こう出演させていただく、フェスとかが決まっていまして、7月28日にですね、スカパーサマーフェス2017というものに出演することが決定いたしまして、なんと武道館でパフォーマンスすることができるんですよ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと緊張ですが頑張ります。そして8月26日にはですね、 A ネーションのオープニングアクトとしても出演することが決定しました。味の素スタジアムという、もう本当に意味がわからないぐらい大きい会場でパフォーマンスするので、本当もう多分緊張マックスなので、ぜひ来ていただいて応援していただければ、私たちの緊張もちょっと和らぐかなと思いますので、ぜひ来てほしいなと思います。そしてですね、9月10日にですね、私たちが所属しているライジングプロダクションの、女性アーティストのみで、行われるフェス、ライジングガールズフェスというものの開催が決定いたしまして、そこにね、私たちフェアリーズも出演することが決定いたしました。EX シアターの、六本木の方の EX シアターで、ありますので、ぜひ興味ある方は来てください。というわけで全員揃ったので、早速次の曲に行きたいんですけれども、はい、7月5日に発売になる恋のロードショーと恋のロードショーのカップリング曲ターニングポイントを続けて披露したいと思うんですけれども、まず最初に披露する曲はターニングポイントの方ですね。はい、はい、夏のちょっと始まりと恋の始まりと感じるキュンキュンソングになっていますので、歌詞に注目して見てください。そして次に披露する曲、恋のロードショーなんですけれども、失恋ソングなんですけど、すごく夏っぽく明るいポップな曲になっていますので、振り付けのね、こういう恋の半剣ポーズあるんですけども、このサビの割に出てくるので一緒にやってもらえたら嬉しいなと思います。それでは聴いてください。ターニングポイント。